どうもあの僕ギャンブルをね、はい、全くやらなくて、あ、そうなんだ。パチンコとかも人生で一回も打ったことないんですよ。あ、珍しいですね。まあ、結構知り合いにパチニストの方が多いんですけど、パチニストって呼んでるの？パチンコやる人のことパチニストって呼んでるの？あ、パチェラーだっけ？パチェラーも言わない。そんなバチェラーみたいな言い方しない。パチェロレって言う？女はパチェロレってもない。パチェロレってないからね。まあまあまあ、とにかくそのパチンコ打つ人って、まあ、ほとんどみんな負け越してるじゃないですか。まあ結局そうらしいですね。あの僕調べたんですけど、そのパチニスト一人当たりの、パチニストで行くのね、その1年間のね平均の負け額って、まあ、大体50万ぐらいって言われてるんですよ。50万そうなんです。結構な額っすね。だからもしね、まあ、僕今34歳なんですけど、そのパチンコが打てるような18歳から今までこの16年間、毎年50万ずつパチンコで負け続けてたとしたら、もう今ね800万負けてたっていう計算になるわけですよ。まあまあ単純計算で言えばね、そのぐらいになりますよ、ね、ってことは、もう本来なくなるはずだった800万が、まあ、なくならずに済んでるっていうふうにも捉えられますよね。まあそうはならないんじゃない。別にお金はね動いてないですから、ね、だから僕今800万借金できる余裕があるっていう。余裕はないよ。全然ないから。それてかまあ800万持ってる？持ってない持ってない持ってない。ちょっと考え方危ないな。パーッと使っちゃおうかな。今までパチンコやってこなかったんだお前。そういう考えるやつがギャンブルにハマるんだぞお前。パチンコやってたらね、当然800万借金してたわけだから。違う違う違う、なんないから。一緒なんすよ今使っても。一緒じゃないってマジで。いや何に使おうかな。やめとけやめとけ。絶対やめろ。そうだな。そうだなじゃなくて、発展途上国に学校建てちゃおうかな。素敵な使い方でした。素敵な使い方でした ね、 ね、一気に散財した方が気持ちいいですからね。口調だけクズなんすよね。学校建てて全部溶かしてやります。溶かすって言わないから。学校建てることは溶かすって言わないですから。他にもね、タバコ全く吸わないんですよ。タバコ吸わないんですよ彼はね。知り合いにはニコチニストの方。ニコチニストもスモーカーでいいんじゃないですか。全然タバコ吸わなくて、でもしね、あの毎年ね、その20歳から 1日1箱ずつ、ずっとタバコ吸い続けてたとしたら、もう今タバコだけでもう200万使ってた計算なんです。200万結構な額っすよ。ってことは本来なくなるはずだった200万はなくならずに済んでるっていうことなんじゃないですか。ここがよくわかんないんですよね。ここがわかんないんだよ。パーッと使っちゃおうかな。やめとけやめとけ。さっきと合わせたらもう1000万だからな。200万もね。200万と800万で1000万になっちゃう。まあまあまとまった額ですからね。まあまあ結構まとまった額だよお前。そうだな。やめとけってお前。里親見つかるまで野良犬保護しちゃおうかな。素敵。使い方素敵なんです。関係ないから。なんでお金ないんだろう。使ってありますよ。彼にお金があれば日本は良くなるのに。汚ねえ犬集めてね、全部狂犬病のワクチン打ってやりますから。すごい究極のツンデレですから彼は。最高ですね。他にもね、情緒どうなってんだ。他にもねじゃないんだよ。お酒も普段全然飲まないんですよ、ね、お酒飲まないんですよ彼はね、結構知り合いに酒気帯びストの人は。酒気帯びストって言われる。それも飲酒運転してるやつだから。全然お酒飲まなくて。お酒飲まない。でもしね、あの20歳から毎日ねずっとお酒飲み続けてたとしたら、もう今5000万は使ってる。何飲もうと思ってんの。5000万は結構飲んでるぞそれ。ってことは本なくだった5000万がなく寸になってるって。もう変な略し方してる。ただ彼はねいい使い方しますから、この後サビきますよ。パーッと使っちゃおうかな。来ましたよサビが。そうだな。おどうすんのどうすんの。まあ、借金抱えたクズども集めて、はあ、全部肩代わりしてやろうかな。悪いこと言うと思ったら裏切らないですからね。全部無利子無担保で貸し出してね。一番借金あるの彼なのに。債務整理して過払い金も取り戻してやるから。すごい最高。めちゃくちゃいいやつですわ。おいクズども、お長生きしろよ。もう毒まぶしさんだから。ババア長生きしろよの言い方だから。もう他にもね、情緒どうなってんのマジで。だからフィギュアスケート一回もやったことない。大体やったことないんだよ。大体の人フィギュアやってねえから。知り合いにフィギュアの人は多いんですけど。フィギュアって言わないから。フィギュアの人大体いないしね。全然やったことない。知り合いでもいないんだよ。で もしね、まあ、5歳ぐらいから今まで、まあ、30年間フィギュアやってたとしたら、もう今2億は使ってた計算になるんですよ。すごい使うな。そうフィギュアってね、まあ金かかるからね。プロ目指すってやったらそんぐらいかかるんですよね、まあね、じゃあプロになってないとおかしいけどね。まあでもね、いい使い方するから聞きましょうこれね。パーッと使っちゃうかな。来た来た来た。待ってるちゃんとみんなも。待ってよ、いい使いが済んだから。2億ありますからね。おどうすんのどうすんの。宗教開いちゃおうかな。うわー、でもいい宗教になりそう。